旬の野菜食べるんだったらいつなんでしょう。<laughs> これまだ聞かれるんですね。<laughs> あれなんですか。<laughs> まあ,いつ,うあいつかといえばやっぱり直売所に行くとえー、っとなんでしょう新鮮なお野菜だったり、えー、見たことのないお野菜がたくさんあるのであの毎回買いすぎないように気をつけなければと思いながらあの行ってます。 何より新鮮なお野菜があるっていうのが一番嬉しいですね。10月2日の1月前の9月2日がまあ僕にとっては自由の日ですかね。え、自由の日あの9月2日誕生日なんですよ。おお<ー>。で、もう昔結婚したばっかりの頃に妻に誕生日プレゼント何がいいって言われて、はい。何も考えずに自由って言って、はい。はい。それ以来誕生日は自由にしてもらえるという。好きにしてていいよと。フリータイムというとことですか。えーすね、はい。 家にいなくてもいいし、ええ、どこかに遊びに行ってもいい。もうそこはそれがプレゼントと。<ー>すごまあそれだけ日々お忙しいという証拠でもあると思うんですが、今年の9月2日自由の日はどうされてたんですか。はい、遊んでましたね、なんとなく。なんとなく。なんとなく遊んでて、ええ本当無駄な一日でしたね。本当 <laughs> <laughs> に。ご自身に似ている。 と思われるお野菜や果物を一つ選んで、でどこが自分と似ているのかというエピソードをちょっと披露していただきたいと思います。松下さん、もうこれまんま今日出会って私だなと思いました。<laughs> ちょっと細 <laughs> 長い感じ、色もちょっと今日の衣装と近いですし、はい、<laughs> まあでもあとはこう細く長く。お まあ目の前にあることをいろいろ頑張りたいなというまあ願望もまあ細くまあもうちょっとよく言えば太くというのもあるんですけどでもなんか長くいろんなことをやっていきたいなという意味も込めて私は大根を選びましたこれはえっとまあ単純に食べるもの食べるということも大好き。 なのででで、えー、よく使う食材でもあるんですねで身近によくある食材ということでこういろんな役をやってもその役があ自分の近くにいるなとかこんな人いるいるって思ってもらえるような,なんか、えー、とそういうお芝居をしていけたらいいなと思いますしでは最後に林先生はい、はいあのね、先ほどブロッコリーはあんまり嫌いな人がいないと安田さんおっしゃいましたけどその逆にちょっと好き嫌いはっきり分かれますよね。はい まずその点で僕に合ううだろうと <laughs>、えー、ちょっとアクが強くてで栄養たっぷりで僕は大好きなんですけれども、はい、まあ苦手だっていう人も多いとあとは自戒を込めて最近少し勉強が時間が足りないので、うん、ピーマンのように中が少しスカスカになってきてる点も <laughs> るどそこは改善していかなきゃなという思い、まあ、そういう自戒を込めてこれを選びました地元の食べ物など、えー、おすすめのものなど教えていただければと思うんですがいかがでしょうか はい、さんからどうぞ僕えっと愛知県確かトマトとかあとこういうの調べておいてバンっていうのが僕の仕事ですよね。<laughs> トマト多かったなというあの地元のトマトいたくさん食べてますけれどもこれは失態です <laughs>、はい、旬の野菜を食べるタイミングをちょっとお聞きしたいんですけど。<laughs> 旬の野菜食べるんだったらいつなんでしょう。これまだ聞かれるんですね。これ2013年のイニシエのあのあれなんですか。あのいつかといえばやっぱり今でしょう。いやいやもうちょっとありがとうございました。すいませんいただきました。お恥ずかしい生が聞きましたね。生でしかもこの距離で。はい。ありがとうございます。